新一くん、泳ぎ教えてくれるなんて優しいな。怒られんぞ。チン脈がある。友達だよな。おっちゃんが起きたまんま犯人を追い詰めた。なバカな。工藤くん、この体の私を見て大きくしちゃったの？まだまだガキね。えろ。麻酔針を外したので手で気絶させる。なんかかわいそう。ねえ工藤くん、やっぱランさんより私でしょ。誘惑すんな。新一、無事でよかった。バーロー、お前のおかげでチェックメイトだ。尖りすぎやて。意義あり。アニメちげえよ。服部くんの角すっごい。何してんだ。うわぁ、もう推理がめんどくさくなったので直接仕留めることにしたコナン。最初からそうしろ。コナンくん、私に麻酔針向けて何する気？おい、エロガキ、薬が効いてない部分もある。ガンミスな。お願い、縛るだけじゃなくて鞭で叩いて。要求禁も。いっぱいご奉仕頼んだぞ。ギリ合法。時計型麻酔銃忘れたな。これでおっちゃん眠らせれるかな。永遠に眠っちゃう。博士、新一には秘密ですよ。なんで乗り気なんだよ。怪盗キッドに初めてを奪われたの。いや、博士だろ。コナン君、下半身は立派な大人。バケモンか。あら、ランさん、私と工藤君の結婚式に来てくれたの？なんかごめんなさいね。性格終わってんな。毛利小五郎が麻酔銃を撃たれていたことが事件になってる。もう自首しろ。金も、こっち見ないで。ごちそうさまです。俺の麻酔銃がズボンを貫通。まもなく発射。金も、薬が効いたみたいじゃの。これで可愛い子猫ちゃんはわしのものに。おい、エロジジイ。ないないない、あのガキンチョが新一とか。だって新一は私が後ろからパカーンってやって毒薬飲ませたんだぜ。黒幕お前かい。変なとこばっか見てたら一生見えなくするわよ。怖いって。源太と光彦の末路。やめ落ちすんな。俺の麻酔銃がバーローしそうだぜ。黙れ、エロガキ。君が全ての元凶だったとは。さよなら。赤井さん、ナイス。この町から抜け出すルートを全て排除したよ。終わりだよ。誰よ、この水着用意したの。小さすぎんのよ。最高。すっぴん。変わりすぎやろ。カズハ君も悪くないの。はい、アウト。ドッペルゲンガーに遭遇したらしい。どんだけ死神の横にいると思ってんのよ。それはそう。ああ。待て、中で出したのか。そいつならいいや。やめろ博士、俺を女体化させて何する気だよ。分かってるくせに。ここ殺人事件起こってないじゃん。がっかりすんな。あなたたちのマイク私に持たせなさい。県外？ランが横におったら電波良くなりそうなもんやけどな。なるわけねえだろ。なんて素晴らしいトリックなんだ。爆破も美しい。どこ褒めてんだよ。挟んでほしい？仕方ないわね。ありがとうございます。小五郎の推理が合ってた。なバカな。わしの背泳ぎの上で平泳ぎしてくれんかの。キモーい。恋人といる時の雪って特別な気分に浸れて僕は好きです。メガメガ。情報量多いて。何？自分のせいで事件が起きていることに気づいた。遅えよ博士。約束通りパジャマで来ましたよ。お前も言うこと聞くな。一周することに増える。ちょっと可愛い。なんで海なのに靴下履いてんだよ。脱がしてやるか。コナンくん、お風呂入ろう。おい、エロガキ。なんでコナンくん下の方はあんなに大人なのかしら。もう気づいてんだろ。コナンくん、バレてないと思ってる？コナン終わったな。眼球どっか落ちてなかったかしら。怖いって。アイくん最高じゃぞい。金もいつも現場にいるから逮捕。ナイス。高橋良一25歳、現在逃走経路を考え中。いや、犯人やないかい。今ちょっとチクッとしたけど、その後すぐにどこからか自分の声が聞こえてきた。体勢ついてる。おっちゃん、そろそろ本気で寝てもらうぜ。殺す気か。そんなんで俺様が眠るとでも。不死身かよ。今撃ったのは残像だ。はい、イエイ。分かったんですよ、私を帰らぬ人にした犯人がね。出遅れ。この格好ならきっと角に目がいかないよね。ギリまだ角見ちゃう。せや、髪や。なんでズボン履いたんだよ。工藤くん、私に麻酔針向けて何する気？おい、エロ川、明日の放送でどこに遺体を置くかを会議中。やらせかよ。毛利さん、
あなたは知りすぎた。やめろ、千葉にゃん。工藤くん、学校でしてみる？やんな。麻酔針がなかったので、とりあえず代用品を。外れてるって。ランくん、わしと一緒にもっと効く運動しないかい？何する気だよ。アガサ博士とジンが楽しそうに会話を交わしている。黒幕だったか。小五郎が眠って推理してる途中でしょうが。いや、起きてんじゃん。リアルな灰原、最高すぎんだろバーロー。えろ、コナンが運転中に麻酔銃撃ってきた。終わった。無惨様に血を分けてもらったの。カットがすんごい。コナン君、麻酔銃なんか使わなくったって、こうすれば眠るのよ。死んでね。お父さんは階段から落ちた。そうよねコナン君。隠蔽すな。工藤君、私で行っちゃいな。喜んで。大変だ、まだ生きてるぞ。助けろ。野生の毛利蘭が角ドリルを仕掛けてきた。つんみ、え、ここヌーディストビーチじゃないの？はい、アウト。そう都合よく転がってるか。大事件なんて。事件は起こすものだよ。やめろバーロー、お前が小さくなる薬作ったのが悪いんだ。さらに縮んでね。あゆみちゃん、今日はたっぷり楽しませてもらいますよ。何をだよ。ブリブリブリリ、基盤な。コナン君、まだ凶器の刃物見つからないの？うん、あった。ふう、やっぱり事件があった日はよく眠れるな。さすが死神。大人のホットドッグ作らないか？どういう意味だよ。顎を削れ整形手術。先に角取れや。ランさんの角すっごい。用途あったんかい。平次じゃなかった、新一。浮気すんな。今日お父さん帰ってこないって。どうする？インラン姉ちゃん。コナン行きます。工藤くん、麻酔針向けてんのバレバレよ。おい、エロガキ。おでえ、腹減った、お前食わせろ。そいつならいいや。角を隠しただけでモテ気が来た。それはそう。今日ケンタッキーにしない？調理して持ってこい。お前らがいると不思議と事件が起きるんだよな。死神かよバーロー。それおめえだよ。ナイスボディすぎんだろバーロー。興奮すんな。モーリー、お前がエヴァに乗れ。アニメ買われて。エンジェル、その角を味わわせてちょうだい。まさかの角プレイ？事件が起きませんように。じゃあそいつをやれ。引き金を引いたからには命をかけろよ。そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。それお前のじゃねえよ。